珍しい生き物を見つけたそうなんですけど、はいはい、いつ見つけたんですか？4月の22日ですね。ここから車で5分ぐらいの田んぼの水路なんですけども、私もその場には居合わせたんですけども、一緒に作業をしてたスタッフがたまたまこう持ってきたっていう感じですね。おーっていうことですよね。そういう生き物が野生で見られるっていうのはめったにあることではないはずですね。その生き物は何ですか？土壌、土壌ですね。これです。金色の土壌ですね。本当だ。え、これがいたんですか？そうです。普通だったら泥と同じ色をしているわけですよね。でもその中からこの金色の体の一部分が見えてたわけですよ。ブーってなりますよね、それは。いわゆる突然変異っていうんですけれども、専門的にはアルビノって言って、体の中からそういう黒い色の色素がを作るその遺伝子がもともと持ってない、なので生まれつきおそらくこの色だったんだと思うんですよね。おそらくまあ体の大きさから推測するに 2,3 年生まれてからは経ってるだろうというぐらいのサイズですね。鳥だったりとか、まあ、他の大きな魚だったりとかに食べられてしまうことが多くて、天敵に見つからずにここまで来たっていうのはすごく驚きなところですよね。土壌展示してたとこって、はい、学校ですよね。そうですね、小学校廃校になった場所なんですよ。七軒西小学校って言うんですけど、廃校になった小学校を使った、うん、宿泊室、まあ、泊まれる場所であると同時に、さまざま例えば川遊びだったりとか、山に行って自然観察をしたりとか、そういう体験プログラムを楽しめる施設にしてるということですね。それで使うための田んぼなんです。そこで見つかったんです、土壌を。で、この見つかった水路はここですね。あ、この水路、この細い水路。この細い水路。こういう感じでこう泥をこう上げてたわけですよ。あ、なるほど。こういう風に上げている作業の中で、こう上げた泥の中に土壌がいたっていう感じだったんですね。で、それをこう持ってきて、でそのスタッフもこの辺にポンって置いたんで、この辺からずーって。ああ、逃げる逃げる逃げるみたいなそういう感じですよ。名前とかつけたりするんですか？まだついてなくてですね、一応こういうことでこう名前を公募してます。あ、今募集中なんです。そうなんです。5月いっぱいなんですけれども、公募するしているところですね。佐々木さんなら、はい、なんてつけます？いやー、そこ難しいなんかそれでこうなんか影響与えちゃうのも嫌だから、それ言わない方がいいかな。言わないし言いたくない